エロスプラス虐殺で、まあ、私が大杉栄、伊藤野枝、この2人が虐殺された理由、それは私なりの想像力といいますか、まあ、それを、まあ、モチーフに、まあ、この映画を作ったんですが、なぜ大杉栄が伊藤野枝が虐殺されたのか、まあ、おそらくそれは大杉栄が主張した恋愛論、自由恋愛論にあったんだろうと思いますね。まあ、大杉栄は男女平等、もっと言えば家庭とか夫婦とか、そういう制約すら否定しようとしたわけですね。ただそういう発想というのは当時は非常に危険な思想だったわけです。それを発想、そういう発想をすれば社会を破壊し、国家を破壊し、日本の天皇制も否定してしまう。まあ、それが背景にあって、おそらく一軍人であった男、憲兵隊甘粕という人ですが、この甘粕憲兵隊が、個人として殺したにしても、実は甘粕の中にあった思想、国家に対して天皇に対して大杉が考えることはアンモラル、道徳的ではない、汚らわしい、不潔だということで、多分そういう怒りが大杉たちを虐殺させたんだと思うんですね。まあ、当時日本は法律的に男性は不倫の関係を持っても別に法律的には許された。ところが女性、妻が不倫をした場合は姦通罪として、その罪が問われる、法律的に罪が問われる、まあそういう時代でしたから、大杉の主張というのは当時の日本から見ると、男性社会から見ると許せなかったわけですね。まあ、これが多分大杉栄と伊藤野枝が虐殺された理由だと思います。甘粕という個人ではなくて、甘粕を生んだ、あるいは甘粕的な人物像を日本にたくさん作り出した国家、天皇制、まあ、それがこのエロスプラス虐殺の一番私の大きなテーマになるわけです。それは私が生まれる10年前、過去の事件、過去の時間、それを本当に描けるのか、まあ映画に限らず、過去に過ぎ去った歴史というのを小説であろうが、映画であろうが、演劇であろうが、それを描くときに使う手法というのは、それを物語として描くということですね。そうしか方法がないわけですね。過ぎ去った時間ですから、それをドキュメントとしては撮ることは不可能です。ですからもう過ぎ去ったありえないものをフィクションとして物語として描く。でも物語として描いた歴史、時間は私にとっては同時代ではないんですね。それは嘘、虚偽、偽りの時間でしかない。まあ逆に言えば、私が10年生まれる前に起こったそのあの日、関東大震災で虐殺された大杉を、自分が今生きてるその瞬間を今生きるためにはどういう方法があるのか、歴史で描いて物語としてしまっては、あの大杉たちが殺された本当の背景、理由というのは物語になってしまう。ですから私は映画を作りながら、この映画を見ていただくんではなくて、私を含め、観客を含め、演じてる俳優を含め、もう一回
共にあの過去の瞬間を今生きる、生き直す、生き返す、まあそれができないかというのがあの映画の私なりの大きなテーマだったんです。でそのために過去を生かすためには現在、今生きている私の現在と過去とを一緒に扱う、同じレベルで扱う、その時間の枠を取ってしまう、過去か現在か分からない、自由に行き来できるようなシチュエーション、そういう手法。私あなたをずっと探していたんです。お会いできて嬉しいわ。もちろんこういう手法を取ったわけですから不可能なこと、死んだ時間をもう一回生き返してみようというわけですから、当然そのシナリオ、ストーリーの展開だけではなくて映像的にそういう手法を取らざるを得ません。演技的にもそういう手法を取らざるを得ません。ですからこの演じてる岡田やその他の俳優たちは映画の演技じゃなくって、映画の演技っていうのはリアルな演技ですね。当然リアルな演技をするわけです。ところが過去の人間と現在の人間が入り混じってしまうわけですし、そういう時間を共有するわけですからリアルな演技はできないわけですね。ですからおのずからそこには抽象化された、俳優が持っている演技力よりも俳優が持っている肉体の持っている存在感とか肉体そのものしか表現できないような、演技として説明するではなくて、そこに伊藤の絵、大杉がいること自体がもうすでにドラマになるような、まあそういう演技をむしろ排除して、その結果俳優が演じている演技がやや抽象化されて演劇的な、あるいは舞踏的な、そういう演技になっていったんですね。それは私が指導したというよりもそういう時間の構成、空間の混乱を俳優は知っているわけですから、その中で演じた人たちはおのずからそういう手法を取らざるを得なかったというのが本当だろうと思います。まあ、私にとっては大変貴重な経験ですし、もちろん俳優さんもそうでしょう。であの映像の中の演技というのはそういう意味では、まあ、映画が多分今までの映画が経験しないような、私が作り出したんではなくて経験しないようなものが映し出されてるんじゃないかと思います。当然これは映像でもそうですね。あの目がくらむような明るい光、白い光になるとか、それは過去と現在が混乱してるわけですから、今日があって明日があるという時間じゃありませんから、一瞬にして時間が混乱する、そういうものを目に見えなくなるような強い眩しい光を加えることによって、これは普通の物語でありません、普通の時間でありません、一緒に経験していただいているこの映画の時間空間というのはありえない瞬間を一緒に生きてるんですよということを多分私は伝えたかったんだろうと思いますね。まあ構図といいますか、デカラージュというかフレームですね、映画のそういう構図もそういう意味ではこれが日常の空間ではありません、過去でもない現在でもない、まあそういう意味で非常にアクセントがある、そこに日常的な家庭、家、町、そういうものを感じさせないように構図が作られているわけですね。まあそういう意味では私にとっては19本の映画の中で最大の大きな冒険をしました。時間を超えて人間が生きられるか、それを映像的にどう捉えるか、それを人間の肉体、俳優がどう演じたら表現できるか、
まあ、そういうことがおのずから、私自身が考えたというよりも映画という手法がそういうことを許してくれたんだと思いますね。映画という表現が私にそういうことを許してくれたというのでは映画に感謝すべきだと思っています。ですからや大げさな言い方をしますと、エロスプラス虐殺は吉田圭佑が作ったのではなくて、映画として作ってくれたんだというふうに思っています。